モラーヌ・ソルニエーヌ・モラーヌ・ソルニエーヌは、モラーヌ・ソルニエ社によって、設計、製造され、第一次世界大戦で用いられた、フランスの単用戦闘機である。モラーヌ・ソルニエーヌとパイロットモラーヌ・ソルニエーヌは1914年7月22日に、初飛行し、翌1915年より運用された初期の、単用戦闘機で、当時の先進の空気力学理論を活用した。 設計であり、中翼配置の単主翼を持つ、機体全体を一つの流線型とした、優雅な主体を持つ、航空機であった。しかし、実用面では、多くの問題があり、補助翼の代わりに、主翼全体をたわませることで行う骨の折れる、操縦法と、高い着陸速度のために、操縦は簡単ではなかった。機体全体が、流線型を形作るように機種には、 大きな金属製のスピナーが取り付けられていたが、これは、空力特性の向上と引き換えに、エンジンへの空気の流れを阻害するために冷却不足となり、オーバーヒートの原因となった。そのため運用開始後にはスピナーが取り外され、加熱問題は生じなくなった。スピナーを取り外したことにより空気抵抗は増加したが、それによる、性能低下はごくわずかなものであった。 固定武装として、プロペラと同調していない、機関銃一丁を、操縦席前方の機体上面に前向きに取り付けており、それを、プロペラ回転面を通して射撃するために、モラーヌ・ソルニエールで実験された弾丸を反らすための、超弾板を、プロペラ裏面に取り付けていた。これにより、機銃を、機体の軸線正面に射撃できるために、 操縦席からの照準線と弾道を一致させることが可能になり、万が一発射した銃弾が、プロペラに当たってもこれを破壊することなく、射撃と飛行が続けられるというものであったが、重量と空気抵抗の増加によって、プロペラの推進効率が低下する。命中時には、プロペラとエンジンの出力軸に衝撃が加わるために、それらの作動に、ブレが生じるといった問題が生じた。 なお、プロペラに弾かれた弾丸が操縦士を直撃しないように操縦席前面には防弾ガラス製の風防板が建てられている。モラーヌ・ソルニエーヌは先進的な要素を取り入れた野心的な設計ではあったが成功した飛行機とは言い難いものであり、急速な航空機発達のペースに取り残されてすぐに時代遅れとなり、 生産数もわずか49機に止まった。1915年4月にフランス空軍に MS5C1 として配属された。また、イギリス陸軍航空隊第4飛行隊にバレットの名で装備され、ロシア帝国航空隊でも少数機が第19飛行隊で使用された。他の第一次世界大戦時に用いられた。 副用戦闘機と同様に、モラーヌ・ソルニエーヌも後に、レプリカ機が製作されている。ただし、飛行可能なレプリカ機では、操縦が困難な上に、現行の航空基準に基づく、安全性審査を所得しがたいタワミツバサ方式では、なく、オリジナルにはないエルロンを持つ方式に変更されて、いるのが通例である。モラーヌ・ソルニエーヌ出展、初原性能武装、ブルース、 ウォープレインズオブザファーストアールドウォー、ボリューム 5P86、モラン、ソナータイプ N is NV26 May 2008、リトリーブド14順 u n e 2008、2021年1月2日、現在リンク切れ。ありがとうございます。